ほう、はい、え、ひとしですね、時期ですね、飛んでった走りのチャス・スイフトです。今回はハイブさんにやってきました。この日人数が80人ぐらいいて、どこを進んでいっても必ず敵さんが何枚もいるといったような浮遊物にはとても苦手な状況でした。開幕ダッシュで敵さんの懐まで走り込んできても、割とすぐ敵が出てきます。そして覗き込むと、一旦下がってやや内側から行きましょうか。入った。 FF ですがこんなに前にいたら仕方ありません。とりあえず復活したので左のオーストから進んでいきましょうか。ゆっくり歩いて復活したので前線位置も変わってるはずです。なんかちょっと可愛かったです。カメラに敵さんがなかなか映らないので申し訳ないんですが、ブッシュで多分敵さんはこちらに気づいてないので、もう少しここで戦います。この敵さん以降警戒されてしまって敵が見えますが、すぐ引っ込みなかなか当てきれません。仕方がないので前に進んでいきます。あった、ブッシュ中の方が良かったかもしれません。はい、続いては先ほどの裏ゲームですね。表と同様極力ダッシュで敵の懐まで詰めていきます。この辺りに来ればほぼほぼ敵陣側です。あとは敵さんが来るのを待って、全然来ないですね。敵さんスタートしてるかどうか不安になってきたので、ちょっと確認しに行きます。反撃もらったので一回引きます。前に出るのも引くべからずでしたね。とりあえず前線に復帰します。フレチが敵を探していますが、浮遊物は前線の記憶があり、ここよりもう少し前が前線なのを知っています。前行くよ。逃しましたが味方に任せます。出口から敵が出てくるのを待っていますが、なかなか来ないので角度を少し深くしてみますと、前に出た方が良かったですね。はい、続いてはアタッシュケースの押し込み戦ですね。両チームはアタッシュケースを持っているので、開幕ダッシュで敵陣の懐に入り、できれば敵のアタッシュケースを落としてそれを防衛するといったような動きをしたいと考えています。この辺りまでは安定してこれますね。しばらく待ってると、スナイパータワーに人が登ってるみたいなので裏から回って倒したい。びくしゃい、一旦下がって回るべきでしたね。はい、続いてはセンターフラッグ戦ですね。今回はセンターフラッグを目指さずにスナイパータワーに登って上から敵を減らそうと思います。スナイパータワーはボルトアクションのスナイパーライフルしか持ち込んでいません。あ、どこでもいいですよ。僕地上専用に CQBR を持っていってる浮遊物、 CQBR はここでお留守番です。フィーブスを含め3人がスナイパータワーに上がるようですね。スナイパーが固まっていても仕方がないので、とりあえずフィーブスは2階からささっと状況を確認し、味方に無線で伝達していこうと思います。センターフラッグ動きなし、センターフラッグ動きなし、左側味方が中央よりちょっと前まで行ってるかなって感じで、味方がかなり前線を上げてくれているので、スナイパー陣は情報の伝達、遠くの敵への牽制が多かったように思います。しかし徐々にスナイパーへのヘイトが集まってきて、やられてしまいました。復活しましたが地上戦を展開しようと思うので、スナイパータワーまで CQBR を取りに行きます。
よくよく考えたらリスポーンに置いといたらよかったですね。この白い扉を開けた向こうにセンターフラッグがあります。とりあえず左側を少し開けて位置を確認します。開けましたね。まだ残り時間も少ないのでフラッグにそろそろ関与しなければと思っていると、味方が上がっていきました。残り時間も少ないので前に出ようとします。まあどの道時間は足りませんでした。この動画を見て暑い日のサバゲー気をつけようねって思った方は高評価チャンネル登録をお願いします。フレ様今日も午後出勤です。昨日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。コメントでねぎらってください。奈良からさ電車乗ってて気づいた桜川やったんやばすぎ。いやほんまに迎えに行ってほいどないしようかな思った。失礼しました。